始めてください。これを作りました。皆さん見てください。水を汲み上げて、それに試薬を入れて、こうやって、数字を出しての結果がこれなんですね。それでやった結果がこれなんですよ。今年もさまざまな展示作品がありますが、はい、達人級のもうあの作品がもういっぱい出ておりますわね。若い方のあのまた中学生や小学生の作品についてはどうでしょうか。地域を担ってもらうためにね、やっぱり、今後こういうことを続けてもらってね、やっぱり地域に愛情を持ってもらいたいと思いますけどね。お母さんたちはどんな作品を、どうでしたか、作ってみて。やっぱ難しいけど楽しかった。保存レクチョって今こそいいよ。お母さんはどんな作品を作ったんですか。江藤の決め込みはね、毎年作るんじゃ、今年でな、干支が12揃った。もうじゃずっと作っているんですね。長かったようなな、短かったようなな。毎年出されているんですか。せっかくするんで、逃げかしい方がいいと思って、まあ人も奨励しながら自分も電話必ず出してます。もう年々大きくなりまして、84歳まで皆さんにこうしてお会いできるだけでも元気づきます。どうでしょうか、皆さんの様子は。皆さんね、たくさん見えていただいて、ありがたかったです。地域の方もこの場がこう交流になっているっていうお話も聞きます。そうですね、ここが交流の場で、老人クラブの方々がこうして接待をしてくださるんで、いろんなことで生きがいを見つけていただいて、作品もたくさん作っていただくと、ますます元気で長生きできるんじゃないかと思います。